の、俺と一緒にタコを作らないか。その様子、また旧友のことを思い出しておるのか。物を見て故人を偲ぶ、これも仕方のないことだ。話すといい。話したら心も軽くなる。もし見ぬがまだいたのなら、この平和な生成を共に眺めることができただろうと思ってな。あやつは手先が器用で、タコ作りなど造作もない。この時代にもし屋台でも開きタコの商売をしていたら、きっと千客万来であっただろう。もしあやつが昔のように俗世に近づく機会に恵まれないのであれば、我らにタコを託せばいい。商いが終わったら酒を持ってあやつと酔うまで飲むのだ。昨月あやつはもうおらん。そうだな、もうおらぬ。あやつの分までもう少し眺めておこう。海風に当たりながら空に上がるタコを見る。怪盗祭、本当に最高だったわ。今夜は眠れないかも。それね、あの装置の発明者はヒルデソン・スというフォンテーヌ人よ。彼はいつもマイナーなマシナリーをいじってるの。うちの新聞社にも何度か来て発明品を取り上げてほしいと言ってきたわ。彼が言ってたのは、これね。この装置は機械動力のみで駆動しており、外部のエネルギーを一切必要としない。つまり手動でゼンマイを回すってことね。この装置でどれだけ高く飛ばせるかは操作者の人力で決まるってわけ。それをタコと結びつけるなんて、ほんと奇抜なナイスアイディアよね。他の国のお祭りを実際に体験するのって初めてなのよね。感想は？とてもワクワクして楽しかったわ。華やかな飾り付けが醸し出すお祭りの雰囲気、祭日がもたらす感動、重厚であり綿々と綴られてきた詩的な伝統と文化。そういえば国生さんが送ってくれたタコに自作の詩が添えてあったのよね。風立ちぬ中四辺降りて東屋の欄干にもたる、幾重の夢の中支援を送りて絶雲の峰でいずる抱負、清き右輪で敵か眺むること、今ここに願わん。この詩も私の怪盗祭特集記事に入れようと思うの。きっとみんな気に入ってくれるはずだわ。それね、あの装置の発明者は彼はいつ、この装置はつまりそれをタコと結びつけるなんて、ほんと奇抜なナイスアイディアよね。陽徳さんの取材は順調に終わったわ。原稿ももうフォンテーヌに送ったわよ。これこそ真実味と物語性を兼ね備えた特選取材ね。自分でも結構気に入ってるの。そうだ、この機会を作ってくれたみんなにも感謝しないと。特にあの喋り方が独特なカウンさんにね。君たちの人脈とアイディアのおかげで私はこの予想外の手土産を得られたんだもの。ええ、あなたたちも楽しいお祭りを過ごしてね。タコを見てみませんか？
低作層からなら飛んでいるタコが見えるのだろうか。ぜひとも冒険者協会に入会を。とっても面白い連中だが珍しいもの。今でもドンロン数が好きなのか。嘘だろ、ずっと覚えてたのか、パイモンが言ってたことを。もちろんだ。父がこのことに関心を持たないわけがないだろう。小さい頃、お前は私の肩に乗って十分劇を見に行くのが大好きだった。毎回帰り道に腹が減ったとか焼き菓子が食べたいと騒いでいたな。屋台ごとに2つずつしか買っていなかったというのに、いつの間にか町中の屋台を全部回っていた。一回おごってくれたことがあっただろう、お前のお小遣いでな。覚えてるか。ああ覚えてるぜ。あれが人生で食べた一番うまいドンロン数だった。また食べに行こうぜ。その店ならまだあるし、道も覚えてる。今回も俺のおごりだ。いいのか。ああ。新天道地、新月家にあります。ずいぶん待ってたのよ。タコが高く飛んでる。ヨーヨーありがとう。好き。ヨーヨーも楽しかったよ。今日だけじゃなくてこれからも一緒にタコ揚げしようね。いいの？うん、今度はお昼にあげよっか。お昼だったら絵柄もはっきり見えるよ。高く飛んでると山からそっくりなんだ。うん。タコ、夜寝るとき抱きしめてもいい？もちろんいいよ。新しい情報でも聞きに行きま。急がなくてもいいのよ。せいよっ。急がなくてもいいのよ。レッセーヌ、何か困ったことでもありましたか？相談に乗りますよ。黒は汚れにくいのに、この服を着て万民堂で働くのをシャンリンが認めてくれなかった。適切ではないと言ってな。適切ではないとは一体どこがだ？状況と見た目が不釣り合いということかと。
もし今日みたいに友人たちと解凍祭を楽しんだり、夜景を眺めたり、重要な宴に出席したりするときなら、とても適切だと思いますよ。つまり大事な人にしか着た姿を見せない、そういうことだろうか。そうとも取れますかね。ユウヘン、このたこ揚げ大会の優勝商品は他の者に譲るといい。シン君、どうか遠慮なさらないでください。アマタと会ったタコの中であなたが飛ばしたものは実に成功で、右に出る者はいませんでした。商品はシン君に受け取っていただくのがふさわしいでしょう。それにシン君の助けがなければ今年の回答祭がここまで円満になることもありませんでした。それではその言葉に甘えて受け取るとしよう。だがユウヘン、一つ頼みたいことがある。どうぞ何なりと。この箱に入っておる小羅千賀を勤務中の千貫軍たちに配っておいてくれ。楽しい仮説を過ごせたのは彼らが責務を果たして全力で守ってくれたおかげだからな。さすがは龍雲釈風神君、思慮深く、その上用意周到だわ。かしこまりました。後で順次送り届けます。一石二鳥の策を思いついて助かった。旅人、怪盗祭の明かりと風景を見たのか聞くつもりなら、見ろ、この山の裏にリーウェ港がある。高いところに登り遠くを眺めれば、夜の帳のもと徐々に舞い上がっていくタコの数々を目に収めることができる。これでいい。先日お前をここに呼んだのは、やりたいことがあったからだ。共に小刀を飛ばしてくれないか。ああ、作りが拙いところは目をつぶってくれ。うん、お前ならそう言うと思っていた。では手を離すぞ。